お元気ですか？ボクシミでございます。今回は、プロ野球カード総集編第4弾でございます。第4弾はですね、珍しいカードを紹介したいと思います。ユニフォームカードやバットカード、グローブカード、ボールカードなどをね、の紹介でございます。まずは、1冊目でございます。こちらがね、エポックワンというね、イベントが発生した時にできるカードでございます。前はね、結構集めてたんですけどね、途中でね、やめました。で、これがね、ユニフォームカードでございます。ユニフォームのね、切れ端をね、このカードに仕上げました。だからね、これね、次回こうやって、ね、触ってもいい、触ってもね、いいカードでございますが、私はそんなことは絶対にできない主義でございますのでね、大事にしていきたいと思っております。中にはこういったね、金箔サイン付きのものもございます。ここのところね、最近はね、出てきてないですね。やっぱり私はね、ファイターズファンなんでね、ファイターズを中心に、上げております。で、ファイターズ以外のね、カードももちろん用意しております。こういったね、これがボールカードでございます。ボールですね。ごめんなさい。バットカードでございます。こっちがね、ボールカードでございます。ここのところね、なんか、楽天イーグルスの方がね、なんか、増えていってるような感じがいたします。で、これがね、ボール、プリントの、サインカードでございます。で、これは偶然ね、手に入れた、グローブの、メジャーのカードでございまして、これがね、ちょっと見えにくいと思いますけどね、ちょっとわかりやすくするとして、ちょっとね、こういった感じでございます。ちょっとね、カメラね、映ってますけどね、これゴールドペイとかこういうね、あげております。これはね、ちなみに、体操のね、橋本選手でございます。ちょっとカメラがね、映ってるところをね、深くね、申し訳ございません。はい、以上でございます。続いて、2冊目参りたいと思います。続けて、2冊目いきたいと思います。
2冊目はね、歴代ジャイアンツのボールカードから始めたいと思います。少々ごめんなさいね。はい。二冊目はね、6枚しかございません。で、最後はね、この方ね、福下めぐみさんっていう方はですね、現在のですね、モノマネ芸人の原口あきまささんの奥様でね、いらしております。奥様はね、もともとね、グラビアアイドルされてた方でございます。これからね、どんどん増やしていきたいと思います。あとはね、ほぼありません。はい。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。